です。さあ、久々にですね、秋葉原の日曜日の模様をちょっとレポートしてみたいと思いますが、ここ JR の秋葉原降りたところなんですが、もうね、すぐカメラ持ってる人がいっぱいいらっしゃるんですが、もうまずね、中に入れません。どうなってるかというとですね、こうなってます。何があるんでしょう。見たいと思います。あ、こちらですね。少女が、何やらチラシを配ってます。1枚いただいていいですか。はい、寒くないですか。寒いです。寒いよね。はい、まずですね、もうほとんどですね、秋葉原の面白いところがですね、こういうメイドさんもね、はい、いらっしゃったりとか。こちらもですね、いらっしゃいますね。はい、その他の顔出し OK なんですね。はい、ね、非常にですね、ごめんなさいごめんなさい、非常にですね、もう本当に撮影会モードが非常に、まあ本当にですね、カメラね、皆さん見てるとすごく思うんですけども、非常にですね、カメラ多いですね。もう一眼レフ、非常に絶妙なく大きいカメラを置いてみてます。こんな感じです。秋葉原です。いろんなですね、秋葉原に、あ、有名なフェチさんですね、登場します。はい、もう本当にですね、ここの秋葉原のこの駅前のところ、パフォーマンス通りになってますね、本当にね。もう本当にカメラを向けられてにっこりというですね、いろいろ、最近多いのはやっぱりですね、大きな一眼レフのデジタルカメラ持ってる人多いですね。で、そしてですね、まあ、この秋葉原のこの第一玄関、これこんな感じです。これが非常に有名な感じですね。じゃかじゃーん、こちらです。おでん缶、冷やし麺、ラーメン缶、これもうテレビでは見てたんですけど、今本当売ってるの初めて見ましたね。カレーうどんに中華そば、へえ、こんなのあるんだ。これ温めて、あ、なんだっけ、あの中華麺のなんとか行った方が、あそこ行った方が安いんじゃないの。これおでん缶、おでん缶までありそうですね。牛すじ大根入り、いろんなものありますね。こんなものがありました。大量に動画撮りますね。